はい、どうもこんにちは、しのぐです。今回はですね、まあ、このボイシ、アメリカティア6プレミアム巡洋艦ですけど使っていきたいと思います。まあ、ただね、まあ、なんでこのボイシ使うかっていうと、ちょっとね面白い構成にしていて、まあ、もうすでに、ね、気づいた方はいるかもしれませんけど、修理班がですねなんと4回になってます。通常2回のところ、まあ、4回に増やしてね、超耐久ですね。まあ、ボイシの修理班はね非常に優秀で、まあ、回復量もねめちゃくちゃ多いんですね。まあ、ですからいっぱい使いたいなと思ったんですけど、残念ながら巡洋艦の艦長では満載によって1回しか増やせないので、まあ、どうしてかっていうと、なんとね戦艦艦長のウィルス・リーを乗せてきたんですね。あのウィルス・リーの、マスターメカニックは、まあ、一応強化してあると、まあ、修理班ね2回増やせるので、まあ、それによってねこのボイシの修理班なんと驚異の4回にプラス2回に増えてますね。まあこれね他の巡洋艦でやってもいいんですけど、ティア7のね、まあ、それだとね修理班そんなに別に強くないので、まあ、わざわざね2回増やしてまで必要かって言われると、まあ、必要ないので、まあこのボイシの、まあ、特徴が活かせる構成が、まあ、この修理班で2回構成かなと思います。まあ、ただね他のスキルに関しては巡洋艦貫通力とかアップとかできないので、まあ、ちょっと弱くなってしまってますけど、うん、まあ、そこはねこのボイシの手数で、まあ、カバーしていけばいいかなと思います。一個いい点としてはですね、主砲の、旋回が速くなるクリスクロスが乗せられるので、まあ、主砲の旋回はね割と良好ですね。まあ、それぐらいですけどね。火災発生率も上げられないので、まあ、ちょっと燃えづらいですけど、まあ、今のところはねとりあえずグナイゼナは燃やせてますね。さあで見えなくなってしまったので様子を見つつ、いそうなところに撃っていきましょう。でも言いましたね。さあまだ燃えているので、まあ、ただこれはね多分消防士のスキル持っているのかな。後ろの方にできれば着火したいですけど、ちょっと難しいかな。まあ、今のところはねまだ修理班使うほどのダメージ受けてませんけど、まあ、結構ね長期戦になると修理班はね使えますから、まあ、ボーイスのね修理班使い切れれば本当にね戦艦並みの耐久性になるので、実質的にはね、まあ、しっかりとクールタイムをね生かしつつ、連続でねダメージを受けすぎないように修理班でねカバーできるダメージにとどめながら、まあ、立ち回っていけばいいかなと思います。まあ、修理班ね使い切れずにね沈んでしまうのが一番もったいないんでね、せっかく2回増やしてますから。さあただリアンダーからの砲撃は痛いですね。まあ、いよいよ修理班使うタイミングが来そうですけど、まあ、こっちはね装甲は、まあ、それほど硬くはないので、イギリス巡洋艦からの砲撃痛いですね。まあ、ただ一応煙幕で隠れているので、とにかくグナイズナを仕留めたいので、グナイズナに、ああ味方がやってくれましたね。そしたらバイエルも打っていきましょう。でリアンダーが出てきたタイミングで倒していきましょうか。で修理班をね早速、まあ、1回目ようやく使って、まあ、ここはねダメージ直していきましょう。さあバイエル当たってますけど、ちょっと燃えないですね。ここね火災発生率強化した方が絶対燃えやすいんですけど、まあ、ここはもうね当てまくってカバーするしかない。まあ、一方で、ね、耐久性はありますからこっちの方がはい、耐久性はねなかなか硬いと思います。でそろそろリアンダ出てきそうなので AP 弾に切り替えて待ってみましょうか。そろそろね煙幕の時間が切れると思うので、さあ射撃したらそこを狙おうかと思いましたが見えない。どこだ、うん、見えないですね。まあ、出てきた。よし、ここ撃っていきましょう。まあね、待ってましたといった感じで。あー、でも防角ね、1枚しか入んなかったですね。割とね、7枚貫通で、このダメージちょっとしょっぱい。これだとリアンダー逃げられてしまうんですが、うん、間縦にしてるので H 弾撃っていきましょうか。うん、なんかね、いまいち、せっかく真横から撃ったのに貫通しなくて残念ですけど、まあ、とりあえずバイエルンからの視界は切れるので、リアンダーを撃っていきましょう。で、一応 AP も装填、あ、でも間に合わないか。
うん、まあ一応ね、魚雷発射管も壊して、まあ、リアンダーボロボロなのでもう沈むと思いますけど。さあそしたら今度バイエルンですね。バイエルンに接近戦でも挑んでいきましょうか。ちょっと無謀ですけど、まあ、リアンダー仕留めたいので、ここはリアンダー仕留めてバイエルンに。さあバイエルン1回火災をもらったんで、リアンダーを仕留めて、あーで味方がやってくれましたね。さあそしたらこれはリアンダー任務達成したんでバイエルン次ですね。で AP ダム装填して、 AP ダムね割とボイシー効きますから、敵のね戦艦に AP ダム打っていきましょう。これだけねモンスーがあると接近戦もね強いですから。まあ、ただ一回防御姿勢を取ってバイエルンの攻撃を受け流さないと危険なので、まあ、艦を盾にして受け流しましょう。はい、飛んできましたが、いやーちょっと刺さりましたね。まあこれはまだ回復できるので、うん、ちょっとね刺さっちゃったんでしょうがないんで、ここは一回退避しましょうか。まあ、手裏はまだ使えるので、まあ、今のダメージの半分ぐらいはまあ一応回復できると。でバイエルにまた火災ももらって、まあ、しょうがないんでここはね一体退避しましょう。さあさすがにアグレッシブに行き過ぎたんで、まあ一回反省して、まあ、引き打ちでバイエルまた打っていきましょうか。まあ相手もねなぜか逃げてっているので、まあ、これは燃やしていきましょう。まあ、普通に考えたらね戦艦の方が全然、こっちは魚雷もないんでね戦艦の方が接近するリスクないんですけど、まあ、なぜか相手の方が引いてくれたので、まあ、これ良かったですけど、また燃えましたね。まあ、火災発生率がね低いので一切強化入れてないので、なるべくね本当に火災はしっかりとやっていきたい。で、まあ、しっかりと、まあ、当ててなるべくね火災の確率を上げたいですね。まあ、ただね相手のこの場合の多分消防士スキルを持っているので、なるべく複数の着火が難しいですね。このボイスの山なり弾道だとうまく、ああでも一応当たりましたね。まあ、これで一応2箇所着火ですが、ああでも応急で消しましたね。まあ、そしたらまた火災狙っていきましょう。相手は旋回して向かってきているので、それを狙って撃ちましょう。ほんとね山なりで当てづらいと思いますけど、まあ、このボイスの弾道になれるとボイスのねダメージ上がるようになるかなと思います。結構ね先を狙って撃っていく必要がありますね。さあで相手止まってんのか。まあ、結構削られてしまいましたけど、まあ、ここに来てようやくまだ手裏派2回残ってます。これでね普通の状態のボイスまだまだね耐久力あります。さあでここで使って、でベンソンで結構今接戦ですね。ちょっと敵のバイエルンと打ち合っててすっかり気づきませんでしたけど、結構接戦で、ベンソンに打ってベンソンを撃破して、次はヨルクですか。これは一応山なり弾道で撃てるかな。結構これ接戦ですね。でヨルクは、あー惜しい、貫通できなかったのでこれヨルク撃てないで、じゃあ正面の妙高か。うわー結構きついな、結構体力残ってますね。さあで、あ魚雷でこれ味方の戦艦やられちゃうかな。そうすると2対3になっちゃいますけど、もうここ妙高やるしかないですね自分が。さあ偏差大きめにとって妙高のね AP で防角狙っていきましょう。結構これヨルクからも撃たれるしバイエルンからも撃たれるし危ない。いやー、オッケー、削れた。これでなんとか締めたい。艦を縦にして、でも危ないね。後ろからも撃たれてるからな。さあ、あと少しで。これ一発で撃つか、もう。味方の駆使艦がやられちゃう、このままだと。上の構造物を狙って、うわー、なんか、すごい弾かれたな。まあ、ただ味方の駆使艦がやってくれたんで、危ない危ない。耐えた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 。耐えたけど、ヨルクからの攻撃で、やばい、危ない。ヨルクとバイエルンからの攻撃でやられる。で回復間に合う。あぶねえ、171耐えた。いやーこれ手裏剣で
相手のユルクは見えてるから撃ちます。危ねえ。いやこれほんと修理やんなかったら終わってただろこれ。よし、これでポイント勝ちしてるから勝ちでしょ。いやー170しか耐えなかった。危ねえマジで。これ離脱ですね。了解了解。いやー危ない危ない。ファイエルはね関西機ないので不意の遭遇もないと思いますからこれで大丈夫ですね。うん、このまま逃げましょう。いやー今のね本当に紙一重だった。今の俺がやられてたら多分ヨルクも倒せないでしょうし危なかったですね本当に。でまだヨルクのね艦載機がマップ上うろついてるので、まあ、それが消えるまではねちょっと警戒した方がいいですね。さあもうじゃあこれでバイエルン多分島裏から撃てるんで、もう航空機もね落ちましたから大丈夫でしょう。撃っていきましょう。まあこれでね、いやー本当にさっき危なかったですね。まあそもそもこのバイエルンにあんなに接近しなければよかったんですけど、まあちょっとね格下に打ち合ってみたくなってしまったといった感じで、まあただ修理班のねおかげで耐えましたね、まあ、今回マジ修理班ねほんと増やしてなかったら、うん、まあ危なかったですよね。まあ、でこの修理班2回増やすのボイシーめちゃくちゃ強いですね。はい、味方の魚雷が当たって倒しましたね。いやまあ思うにやっぱりあの修理班搭載している巡洋艦に関しては、まあ、確実に修理班増やした方が強くなりますね。メイク装填ブースターにした方がいいかっていう話もあるんですけど、まあ、装填ブースターはランク本当に3とか4にしないといまいちですから、うん、これだったらね満載で1回増やした方が全然ね戦闘力高くなるかなと思いますね。はい、それではちょっと今回面白い、仕様でしたけど、まあ、ボイシー使ってみました。ご視聴ありがとうございました。まあ、最後に、ね、スキル構成は一応載せておきます。